悠々とおおらかに大地をざわめかせて、届けられた一粒は全ての人を引きつける。金色の風が吹く。そして世界がそよぎ出す。私は CM キャラクターとして、金色の風も銀河の雫の、CM にも出演させていただいてるんですが、本当に美味しいお米で、お家でご飯を食べるときにお家の炊飯器で炊いても、もう本当に美味しくて幸せってなるくらい、今年もまた美味しいお米が食べれると思って嬉しく思っています。私には今の私になるまでの物語があります。どれも胸を張って誇れるもの。私は銀河の雫です。こうお弁当をバッて差し出す、私になるまでの肝っ玉母ちゃんいうキャラで昭和のこう自転車に乗ってお弁当を送り届けてくれるような、のんにお母さんができるのかと思って、肝っ玉母さんっていうドラマと表現したらいいんだろうなって研究したりとかして、ああいう形になって、こう思い出深い CM になったなと思いました。